夢という名の未来へ、がむしゃらに今進むより、立ち止まるこの時を勇気だと呼びたいから、流れに逆らって、自分の中で渦巻く不安や怒りや辛さ、愛しいと思えた時、きっと何か変わり出すよ。涙の向こう側にあるもの、思いの限り泣きじゃくった後、そう掴めるはず。このままでいい、そのままで、急がせないで、遠い明日に、このままで、そのままで。